ビップです。やっていきましょう。ビップです。よろしくお願いします。ビップですがですね、本日の動画はですね、いやー、ちょっと、笑みが、ごめんなさい。顔のニヤニヤが止まりません。はい。なんと僕、昨日の動画ではね、和田選手が30万かかって引けなかったと言ってたんですけど、ちょっとこちらを見てください。よし！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 30万かかったけど、まあまあゲットしたからよしとしましょう。これちなみに、これで中日の持ってない選手出たら俺マジで発狂するから。おいおいおい、最後まで、おい、これ外しちゃう、ほんま俺 YouTuber やぞ。よっしゃー。はい、ということで見ていただけましたか。はい、出ました、一発で。いやー、もうこれちょっと和田選手をね、30万かかった男として動画にするしかないということで、カミングスーンです。お楽しみにください。はい、ということですね、本日の動画ですね、もうサムネタイトル見てもらったら分かると思うんですけども、累計爆速回収してきました、ありがとうございます。はい、でVIP安メモなんですけども、こちらね、時間自体が2時間40分ぐらいで思って、2時間7分言いたいだけ。はい、2時間40分ぐらいで終わりましたね。で、エナジー自体が1010エナジー開始の、終わった時は798エナジー、 V ロード自動です。全部 V ロード自動の、普通にこのね、対決して798エナジーで終わったんで、で回収が91エナジー回収したんで、結局889エナジーになったんですよね。なので消費自体は121エナジーで終わってるんですよ。なので今これ見てる方も120、大体まあ僕、まあ人によって多分個人差あるけど、121エナジー使えば、まあ大体ね、終わりますよと。で多分自然回復やったらきつそうっすね、このイベント。長いじゃないですか、結構長いやん、めんどくさいやん。だから本当にね、なんか映画見ながらとかそんな感じでやった方がいいと思う。これは一番対決カーニバルはだるいんで、まあ参考にしていただければなと思います。はい、ということで累計引いちゃおうかな。はい、ということでこちら累計ですね、もうギータです。ギータ狙い、まあ他の選手もねゲットした極みにできるんですけど、とりあえずギータ狙いです。これでギータ出たらもう俺もう報われ、もう29万もまあ言うたら30万か和田選手かかったけど全然いいです。はい、ギータお願いします。声枯れてるわ、生放送今日めっちゃしたから。いきます、来い。あー、まあまあ、まあ、オッケーオッケー、よし、まあオッケー、まあオッケー、うん。じゃあ追加いくか、ちょっとオカルトでいこうかな。巨人にしよう。あのね、一番欲しい球団を自チームにしちゃダメなんですよ。はい、違う球団にする。はい、じゃあ行きましょうか、追加。これ何年目や、100、そんなに追加してないよね。130連目や、よし、もうね、こっからは金引きの男見せるから、見といて。まあ、しゃあない、まあしゃあない。いきなりやからね、長子君もびっくりしてるから、いきなりやっぱ追加ガチャするから、え、追加すんの？お前、あんだけガチャ引いてたのにね。長子君、誰さん、見るのもあるから、うん。おい！さあ、追加20連目。え、マジ？ちょっと待って、なんかいきなり、和田さんめっちゃ、もうほんまいきなりね、一発目で出たのに、和田さんは。いや、これベストライン、結局なんかコンプリートしそうな気もするけどな。さあ、行きましょう、30連目。ちょ、もう泣くで、俺。調子くん、レイボン、これ打つ？いや、打たんで、打たんで、ギータ、頼む、マジで頼む、ギータ。もうライマルも引いた、結構ね、いいんですよ。ベストラインの村上選手も引いてるし、ライマルも引いてるし、結構もうね、ベストラインの引きはいいんですよ。はい、これマジで頼む、ギータ、まあいや、そこで引き使わんでいいわ、この村上さんはミキサーやなぁいや、まあ、オッケー、流れ来てる。これ、一応ミキサーもあるからね。うん、一応ミキサーもあるから。ちょ、満月出ろよ。声枯れてきた、マジで、ほんまに。大丈夫、声聞こえてる、俺の声。さあ、これはないかな、お願い、笑って、か、最高、どんどん行こう。もう今日はこの、もうほんまにギータ引くまでできれば終わりたくないからね、俺の気持ち的には。ギータ引くまでやりたい。いや、だってこのギータゲットしとかないと結構、てかさ、皆さんさ、ちょっとこれ言うの忘れたんですけど、結構村上選手、侍ジャパンでいいやって言ってる方結構いるんですよ、WBC のガチャで。けど、確かね、侍の選手って、リアタイの大会使えないんですよ。だからそこを加味して引きましょうね、皆さん。
リアタイの大会で使いたいんやったら使えないんで、多分あのモデルビューはあの選手のユニフォームが侍ジャパンのユニフォーム、日本代表のユニフォーム着てる間は大会で使えないんで、確か大会で使えるようになるんは1年後ぐらいやったような気するんですよね。確か僕解説結構やってるんで、あの確か侍ジャパンのユニフォームを着てる選手は使用できませんっていう決まりが確か大会ではあったんで、だからそこを注意しようね。この村上選手は使えます大会で、はい、確か、いやか確かルールが変わってたらごめんね、わからないけど、ちょっとそこはね、はい、もう一回ちょっと調べてもらって、うん、僕はちょっともう調べのだるいんで、はい、確かね、確か使えないはずなんで侍の選手は。だから例えば大谷選手とかがいくらツーシームがついたりして強く出てこようが、大会で使えないってなるとね、まあその次の年から大会で使えるかもしれんけど、結構スピはもう負けてる状態になっちゃうんで、スピ解放が必須になってきたりするかもしれん、うん、これちょっとほんまにはっきり、ちょっとコナミさんからの声明もちょっとはっきり聞きたいとこあるけどね。って言ってる間に S ランクが、おい1枚だけかよなあ、レッツゴー白やんね、これはちょっと待って、1枚しか出ないのはないぞさすがに、4万ぐらい入れてほんまに、ちょそれはない、いやない、結局引き悪いやつやんこれなあ、いくら生放送で一発で出ても和田選手が、ちょもうこれちょほら人質、おい人質に、おいやばいよ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 、これやばいよこれやばいよこれやばいよ、ほら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 、もうほら、ああもう調子出るか、あ助けて助けて助けてください。まあ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 まだねまだね、まあまあまあまだ命は、うん、命は取らないでおきましょう。ちょやばい、もう終わるってこれ、あと何年、ちょギータ、え、まだ1枚しか出てないよな S ランク、俺の間違いじゃなければ、え、やば、ちょっと待って、これ4万でさ S ランク1枚ってやばくない？マジだるいわほんまに。また3万入れたけど、もうこれ無理よ、もうこれでラストよこれ、多分追加もありえん、マジでありえん、もうやってるってこいつ、マジで言ってるこれほんまに、結構きついわもうほんまに。セレクトミキサーもできひんもん、6人いるから、6人必要やもん。だって今福田選手2枚と村上選手のかぶりであと3枚いるよ、ギータゲットするにも。それ以外でも選手欲しいからね俺、頼むほんまにお願い、マジでお願い、もうほんまに何でもするから S ランク出てな、動画もやばい、動画的にもやばい、うわちょっと待って、もうタスク切ってあったわ必殺タスク切りしちゃったわ、頼むよ、あるよタスク切りが、タスク切りが功を奏す。いやちょっと待って、結構マジできつい、こんだけ S ランク出んのほんまにきついわ、ちょっとほんまに動画のテンションじゃなくできなくなってきた、これほんまにマジで配信やってるけどこれ無理やわ、こんな S ランク出んことないもんほんまに、これやばいわ、いやマジちょっときついっすねこれ、いくらのいくら俺でもこれきついわ、うん、え俺今追加なんぼした、3万したっけ、さすがにやばいやばい、あかんわこれ、もう恐ろしいわ、恐ろしい、恐ろしすぎるこれ、いやもう全然なんかもう嬉しくないもん、ごめんやけどこれ嬉しくないんすよこれ。皆さんはね見ててやっぱりこうね、やっぱ沼ってるところ面白いかもしれんけど、俺やばいっす結構、精神状態がほらもうやっ気狂ってまうでこれな、あでこっからまた S ランク出ないんでしょ長い間、気狂うわこれ。はいラスト、やってられへんわこのゲーム。